株式会社山陽百貨店は、兵庫県姫路市にある日本の百貨店である。山陽電気鉄道の子会社、日本百貨店協会加盟店。山陽姫路駅と直結したターミナルデパートであり、姫路駅前、バスターミナルを併設している。JR 西日本の姫路駅も徒歩圏内にあり、当店周辺は姫路市の中心市街地である。 戦災復興による姫路都心市街地の再構築につき、大手前通りの建設と合わせたメイン事業の一つとして企画された。山陽電気鉄道と新規バスの共同出資で1952年2月に資本金3750万円で株式会社山陽百貨店を設立、同年9月に開業した。その後、 1> 第1期から第7期にわたり増改築工事を重ねることで店舗内外の整備を行い、1991年に姫路駅西再開発に伴い現在の西間を増床し、店舗面積を2万8000平方メートルとする。店舗部分は地下1階から地上6階だが、本館1階は山陽電鉄姫路駅本コース部分と重なるため、極めて狭く、 西立一階部分も再開発に伴い、旧地権者中心の専門店であるため、立地環境の一部が百貨店としての雰囲気に欠ける側面もある。阪神、淡路大震災直後は、神戸地区の壊滅を受けて、最高345億円の売り上げを記録するも、現在は神戸、大阪地区への顧客流出に苦戦を強いられている。一方で、2005年に、 婦人服フロアを中心とする大規模なリニューアルを行った。また2009年には西立5階部分に姫路ロフトを誘致したり、下記は屋上に置いてビアガーデンを展開するなど活性施策を打ち出している。売上高は兵庫県西張間地区で地域一番店の座に君臨している。2013年に完成した JR 姫路駅高架工事に伴う 再開発計画には新しい姫路駅前エントランスゾーンにふさわしい新複合型百貨店の構築に意欲を見せる。歴代の社長は親会社である山陽電気鉄道から送り込まれていたが、1983年に木村隆が就任して拡大路線を進んだ。1991年に売り場面積の大幅増床をするものの、 バブル経済の終焉により経営は一時大きく傾いた。その後、阪神大震災による特殊景気などで過去最高の売上高を記録するなど、中堅規模の百貨店としては全国においてもトップクラスの仲間入りを果たす。しかし、神戸地区復興による売上高は再び減少傾向となり、そのような中、2000年ハのノの花尻法仕様が就任することとなった。 この間において、フロア構成を変更するという大規模なリニューアルを行ったものの抜本的な経営改革には至らず、2008年5月の第79回定時株主総会にて、元天馬や常務高野勝が代表取締役社長に就任し、創立以来初めて同業他社出身の社長が誕生した。2021年1月13日、 山陽百貨店の親会社である山陽電鉄が株式公開買付を実施することが発表され、同年3月5日付で山陽電鉄が96.70%の株式を取得した。山陽百貨店は同年3月25日に上場廃止となり、同年3月29日付で山陽電鉄の完全子会社となった。 ABCDEF 流通会社年間1990年版日本経済新聞社ピアニッシモ33億上は昭和30年代には観覧車や比較的大きな遊具を有する遊園地を展開しておりその後平成初期まで規模を縮小したプレイランドとして展開していた各位産業電気鉄道株式会社2021年1月13日 同月14日閲覧支配株主である、山陽電気鉄道株式会社による、当社株式に対する公開買い付けの結果並びに、その他の関係会社及び主要株主の移動に関する、お知らせ株式会社山陽百貨店、2021年3月2日、同月7日閲覧、山陽電気鉄道が、山陽百貨店に、TOB1 株につき2630円、上場廃止の見込み。 時事、コム、2021年1月14日閲覧。山陽電気鉄道株式会社による、当社株式に係る、株式売り渡し請求を行うことの決定。当該株式売り渡し請求に係る承認及び、当社株式の上場廃止に関する、お知らせ株式会社山陽百貨店、2021年3月8日、同日閲覧。ありがとうございます。